いまだ経済不況から完全に立ち直れない日本。経済不況のみならず、全国各地の都道府県にはさまざまな対応すべき課題、問題が山積している。しかし2009年、芸能界から政界へと転じた一人のリーダーが誕生した。千葉県知事、森田健作。今回は首都東京に隣接する大都市千葉県、そのリーダーとして実践する成長戦略に迫る。リーダー&イノベーション、賢者の選択。リーダー&イノベーション、賢者の選択。ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。今回は千葉県にお邪魔いたしまして、森田健作知事にお話を伺いたいと思います。そうなんですね、はい。日本では70年代から地方の時代ということが言われるようになりました。しかし実際には地方の経済はリーマンショック等もありですね、今地盤沈下が進んでるんですね。そんな中、どうやって地方の経済を活性化させるのか、今年いわゆる大阪府構想というのを実現するための法律が国会を通過しました。これがひょっとしたら一つの大きな起爆剤になるかもしれません。そのあたりも含めてね、森田知事にお話を伺ってまいります。はい、それでは早速参りましょうか。はい、はい、立派な建物ですね。立派な知事室、知事執務室って書いてある。はい、ね、じゃあお邪魔してみましょう。早速行きましょう。はい、お邪魔します。お邪魔いたします。失礼します。どうも失礼します。お久しぶりで。相変わらずお元気そうで。どうもどうも、よろしくお願いします。私は、ね、芸能界の大先輩でもあるので、はい、私今日ちょっと緊張してますが、はい、よろしくお願いします。いろいろお話伺いたいと思います。まず早速なんですけども、千葉県の魅力を一言で言いますと。そうですね、やっぱり非常にポテンシャルに優れたバランスの取れた県ですね。じゃその辺を今日は具体的にね、いろいろとお伺いしたいと思いますので、それと地方の経済の活性化って話もぜひ伺いたいと思います。千葉県は青春の県ですから燃えてます。熱いですね。どうぞ。はい、ありがとうございます。それではここで森田知事のプロフィールをご覧ください。千葉県知事森田健作は1949年東京で生まれる。1969年映画夕月でデビュー。1971年テレビドラマ俺は男だが大ヒット。その後映画テレビ番組などで活躍。1992年参議院議員に東京選挙区で初当選。2005年千葉県知事選挙に出馬するも落選。2009年再出馬し見事当選、現在に至る。森田知事は現在は千葉の顔として県知事の仕事をされておりますが、なぜ政治家になろうと思われたんですか？そうですね、僕青春ドラマをやってたんですね。はい、それでね、それからね、 ある時ね、ワイドショーの司会みたいなやつなんです。それでまた私も生意気なようにね、ほら適当に、適当ったら変な言い方だけども、言いたいこと言ってたんですよ。そしたらある政党の幹部からね、君いいこと言うじゃないかと、でもな、君言ってたって外野で声いてるだけだよと、だったらバッターボス立ってみないかと、こう言われたわけですよ。そうだなと、それと同時にうちのね父親がよく、お前な40過ぎたらな、国のためにやれるような男になれよと、そういうとこからですね、よしやってみようかと。なんですね。だけどやっぱ国政出るっていうね、決断っていうのはそう簡単にはできないですよね。なりたいからってすぐなれるわけでもないし、当時無所属っていう感じで出て、で当時の民社党だとか、もう本当にね、社会党とか連合層みんな俺応援するって言うんだよ。新聞なんかにね、それこそ、もう森田健作100万票取れる当確だろって言うと、また僕も言いかけて、本当かおい、こらーなと思ったんですよ。でも甘かないですね。まあね、選挙の世界はね。で92年に参議院当選、それからその後衆議院2回、
やられてると、はい、実際にこう議員になられて、うん、それからやっぱり自分としてこうやりたい部分って出てきますよね、うん、僕はね初めあの実は、うん、当時は大臣と政務次官しかいませんから、私あの初めて政務次官やったのがですね、文部政務次官ですよね。違うんです、あその前は沖縄から沖縄だ、そう沖縄でしたね、うん、それでね、うん、沖縄行った時にね記者会見があって、うんうん、で向こうの記者さんから森田さんあなたはあの沖縄開発政務次官になって何をやりたいですかと言われたんですよ。で私ねそうですねこれさ料金高いよねって言ったんです、うん、要するに、うん、本土から沖縄に来る、ね、航空運賃が高いですね、これだったらちょっとしたあれですよツアーで、うん、ハワイの安いじゃないですかって話をして、うんうん、これ料金を下げなければ私はね、うん、これはね沖縄の発展はありえないと、うん、観光が一番ですよ、うん、と言ったんです、うん、そして帰ってきたら地元の新聞に当初で、はい森田さんらしく言ったことはやってくださいって言ったんですそれでおっしゃったと。それはやっぱり政治家としての発言ですからね、うん、これはそれなりの責任はしょうがなきゃいけないってことになってくるわけですけども、うん、それでだから私は、うん、よしと、うん、やろうじゃねえかと、うん、それで当時、JAL さんだとか、東亜さんと言ったんですけども、簡単に断られましてね、うん、でも、そこで俺は負けねえんだ、うん、そこで今度は全日空さん行って、うん、なんかいいことはねえかなと思ったら、うん、うちの家内が全日空に勤めてたもんですから、あそうですね、そっから入っていったんですね、いつも大変お世話になっちゃうんです、うん、で入っていって、はい、俺で何回も何回も本社の方に会話させていただいて、うん、もうそこまで言うんだったらじゃ あのこれは実験ですよって言って、うん、全日空さんが関空から沖縄までの深夜便9時、うん、9時頃出るやつですね、うん、でそれを1便だけパラダイス切符と言って半額切符を出してくれたんです、うん、これが当たったんですよ、うん、これは、うんまあ、情熱だけじゃ、まあ、できないわけですからいろんな根回しもあるだろうと、うん、で今度はこう千葉ということになったと、これ千葉をやっぱり選ばれたっていうのはどのあたりが一番ポイントなんですか。僕ね、昔、うん33歳の頃ね森田塾という青春塾を作ってたんですよ、はい、それで、森田農場言うなればね塾生がね、うん、そういうのやりたいって言うから、そこで都心から1時間ぐらいのところっていうんで、うん、実は芝山を選んだんですね、うん、そっからおいいとこじゃないかと、うん、ここに将来住みたいなっていうんで家を建てたのが、40歳ぐらいですかね、うん、で国政からでも県政行くっていうね、うん、自分の中の心の整理とかきっかけとかっていうのはどうだったんですか。初めね、僕は県知事にっていうことを思ってたわけじゃございません、うん、それで、ある時ね石原都知事がね、うん、もうお前出ろよと、うん、よく考えたらこんなポテンシャルある県ねえと、うん、これは将来ひょっとするとね首都圏をね、うん、引っ張るリーダーになる県だなと、うん、それをもってよしやりましょうと、うん、言ったけども、それ言ったのがもう1ヶ月ぐらい前だった、うん、投票で落ちたんですよ私は、うん、石原さんが応援に来て、うん、ずいぶん票伸びた、まあ、皆さん記憶ありますよ、皆さんやってくれてね、うんうん、で落ちたんです、うん、また私、まあ、自分の性格なんですけど、うん、もうあくびね、よし俺4年後やってやるよと、うん、必ず俺はこの千葉県っていうのはね、うん、見れば見るほど知れば知るほど素晴らしい県だと、うん、俺がやらないで誰がやるんだと、うん、自分に言い聞かせて、うん、あくびこれやろうじゃないかと、うん、4年後それで2回目で当選させていただきます、うんうん、今日はそんな熱い森田知事なんですけれども、はい、番組では森田知事の成長戦略を象徴する3つの言葉で紹介させていただきます、うん、まず最初の成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。これはポテンシャルですよね。ああ今もうすでに出てきたポテンシャルという、うん、具体的にそのポテンシャル、ね、いろいろとあると思いますけれども、はい、農業はそれこそ全国で2位3位ですよ。水産業も7位ですよ、ねえ、まあ、天然ガスも出るんですよ、用土も出ますよ、うん、風光明媚ですよ、いっぱいあるんです、うん、その中で一番ポテンシャルが高いものといいますと、まあ、全部高いんですけどね、そうですよね、だけどやっぱりその東京湾という大きな湾があって、うん、これでその例えば、川崎とかそっちの方から遠いわけですよね。そうです、そこのところをつないだやっぱりアクアラインというのは大きなポイントじゃないですかね、うん、そうですね、うん、だから私ね実は、ね、よく考えたんですよ、うん、浪人中にね、どうしたらねこんだけ風光明媚、海の幸もいい山の幸もいいと、うん、アクアラインをね、うん、当時4000円ですよね、うん、
僕らもアクアライン当時使ったけど、ほとんど車なんかすれ違ったこともないし見たこともないんだ、カラスだけで飛んでるのは。で私はね、これはね、ここを安くして通せばなんとかなると、と思って、あの選挙の時にね、800円しろ、これ必ずなるとこう言ったんです、でもあの散々まあ叩かれたって変な言い方だけど、あいつは選挙用にね大風呂敷広げてるとかなんとかって言われたけど、ここが日本人のいけないところだよね、みんな800円にしたらあそこは経済効果あると分かってんだよ、だったらなぜ一人ぐらいね、そうだよ森田と、お前やれるんだらやってもらえよと、俺応援するよっていうの一人ぐらい出てくるかと思った、僕は当選した後、全部のテレビ局と生でやったけど誰一人ともいないよ、ある一人のコメンテーター、大学の先生だったら、あなたはそれ800円できなかったらどうやって責任取るんだって私に言うんだよ、ね、だから日本はダメ、そういうとこあったらお前一人ならお前頑張れよと、これはアメリカと違うところだね、まあ、あの時要するに、まあ、規則鮮明にするっていうね、ことはあるし、まあ、あの時は確か麻生さんが総理で直談判に行かれましたよね、行きました、あの時にね、僕はあの麻生総理のとこ行ってね、もう総理頼みますよと、いや森田よくやったな、いやよくやったら俺にちゃんとお土産を頼みますって言ったんですよ、なんだって言うから、いやアクアラインを800円にしたって言ったら、無理だよお前、じゃあ総理社会実験だったら問題ないでしょって言った、そしたら社会実験なって言うから、ここだと思ったから、そうですと、2年どうですかって言った、それでトトトンとやったんですよ。千葉県では国の支援を得て平成21年8月から料金を引き下げる社会実験を実施した。で実際にその800件やりましたよね、その間の効果みたいなものっていうのは当然計測されてるわけだから、これは僕はやっぱりあそこの料金が安くなるってことによって非常にね物流が動くわけですから、あのいい結果をもたらしたと思うんですけど、それは実際どうだったんですか。例えばね、僕はいつも言ってるのは、アクアレンはねなんか千葉県違うと、首都圏のものであると、ただ両方で動くわけですからね。そうですね、物が動くんですから、やっぱり人と物が動かなければ経済は動かないんですよ。それはおっしゃると、そういう紹介ですよ、だから動脈があってそこに物流があって、それで経済っては活性化していくわけですからね、森田知事主導で行われたアクアラインの社会実験は新たな人と物の流れを生み、首都圏全体に大きな経済効果をもたらした。しかし途中でね、あのやめるって言われたんですよ、今の民主党政権のね、してね、いや、やるんだったらあの1年半ぐらい経って、いや勝手に千葉県さんやってくださいと自前でって、それでさ、僕は初めてです、僕はあんまそういうわかって怒ったりしないんですけど、初めて、いや森田健さんがバッチをかけても徹底的に戦うと、これは絶対続けるっつって、そしてまあ当時前原大臣も理解してくれて、それから2年経つわけよ、これでさ、なんとかね高級化してたけど、そんな甘かないですよ、でまた奥の手の社会実験持ってきたけど、初め1年って言ったけどダメだ、1年、3年で頼みます、で3年売れたわけです、まあ、あの一方ではそういう意味では財政の負担というのはね、大きくは出てきたわけですけども、それと天秤にかけてもやっぱりプラスの方が多いということですかね。あの初めの2年間はね、国の特別交付税で出てますから、で今度あれでしょ、そのアクアラインを使ってちょっと面白いことをやろうという企画があるんでしょ、アクアラインマラソン、白石さん走ったら走りたかったんですね、いやあなた走ったらもっと盛り上がるよ、じゃあゲストで呼んでください。おスケジュール大丈夫ですか。空いてます。 OK OK です OK ですか。わかりました。いいんですか。嘘じゃないです。嘘じゃないです。千葉アクアラインマラソン、会場の高速道路を走るフルマラソンでは日本初の大会で10月21日に開催される。これ実は麻生さんがさ、海ほたるまで来てくださったんですよ、そしておこう見て、おすごいな、こんなすごいのかアクアラインというのは、そうですよ、いやそんな、森田知事あんた青春だ青春だって走ってんだろうと、ここみんなで走ったら面白いぞとこう言われたんですよ。そうだなと、石原さんも東京マラソンやったわけだし、そうだなと、じゃあね、アクアラインマラソンどうですか総理って、面白いじゃないかやれよと、そっからアクアラインマラソンが始まったんです、
だけどね、やっぱりそういう意味でね、一つのそのインフラ、橋もインフラですよね、そういうインフラが整備されるといろんな使い方ができると、これは大事な視点ですよね、うん、それはね、せっかく作ったあれ、うん、カラスだけ飛ばしちゃいかんですよ、うんうん、これをいかにね、それはね、僕はね、よく言うんですよ、いや800円にしたら赤字がすげえと、はい、それはその通行料金だけ見ればそれは、うん、だから言うならば木だけを見れば赤字ですよ、うん、でももっと広げなきゃ、うんうん、ね、やっぱりね、僕はね、大変生意気なようですけど、政治っていうのはここだけ見てたらね、うん、今日明日だけ見てたらね、うん、ダメですよ、はい、やっぱり私たちはもう5年後10年後も見据えながらやっていかないといけないと、うんうん、ですから今、アウトレットができたら、もう大変、まあ、すごい人気ですよね、あれも今度は通行料金が安くなったからできたわけですよ、うんうん、社会実験開始以降、アクアラインの交通量はおよそ6割増加、また人と物の動きが活性化したことにより、南房総地域を中心に観光客が増加するなど、地域全体に波及効果が出ている。建設のね、当然大変なお金がかかってるわけだから、作るための、それを回収しなきゃいけないっていうところもあるわけで、もちろんそれは難しいところですよね、うんうん、ですからね、まあ人と物が動けば、そこに経済が出てくると、そういうことも考えていくならば、私はね、やっぱりあるものはうまく使わなきゃ、ね、これはだから千葉だけのことじゃなくて、日本の地方の自治体というのは本当にどん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 、まあ劣化していってるっていうか、なかなか自利品になってると、そういうところでそういう発想がもうちょっとこう使えるようにならないとダメだって気がしますよね、うん、そうですね、うん、まあ、ですからね、これはたぶん難しいんですけどもね、はい、でも私は千葉県というのは千葉だけじゃないと、首都圏の中の要であるという考えで物事を進めてます、はい、では続いての成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。グレードアップです。知事就任直後、公約通りに東京湾アクアラインの通行料の値下げを実施。その結果、アクアラインの利用促進と地域全体への波及効果がもたらされた。そんな森田健作知事の次なる成長戦略を象徴する言葉はグレードアップ。そこに秘められた思いと秘策に迫る、うん、リーダー&イノベーション賢者の選択。本日のゲストは千葉県知事の森田健作さんです。本日は千葉県庁にお邪魔してお話を伺っております、はい、2つ目の成長戦略のキーワードとして、グレードアップということをおっしゃった、これ具体的にはどこをどうグレードアップするということなんですか。そうですね、グレードアップしたいところいっぱいあるんですが、うん、まあ、特に、成田空港ですね、はい、成田空港はアジア有数のグローバル空港として、世界98都市と航空ネットワークを持つ国際空港。森田はこの成田空港こそグレードアップするべき重要拠点だという。森田さんおっしゃる通り、成田っていうのをもっとグレードアップしなきゃいけないんですよ。日本がアジアのハブになろうとしたら、成田空港をどうするかって思う、大事なポイントですよね。ですからね、22年に22万回、それからやっと私たちね、30万回合意に達しまして、言うなれば先ほど言ったように人と物が流れなきゃダメなんだと、で LCC が今どんどん入ってきてると、そうなってきたら今度は LCC のカウンターを作ろうと、それと同時に私は言ってるのは、成田簡潔にしようじゃないかと、例えば外国から来てですね、また羽田に戻って、羽田からどっかに行くんじゃなくて、もうそのまま国内へ行けるように、国内もう千葉空港でいいじゃないかと、空港もインクルードした国際空港でいいんだと、そういう考え方ですよね。ですから今どんどんですね、国内便をですね飛ばしております。で、まあ、交通の便は、成田スカイアクセスが、都心まで36分と、はい、今ね、ずいぶん早くなりましたよね。早くなりましたよ、昔と比べたら本当に、まあ、成田の場合はやっぱり24時間こうオープンできないところが難しいという感じですね。これは世界のハブ空港はみんなそうで、ですから韓国のインチョンにやっぱりやられてしまうという感じはありますよね、まあ、なんともならないですね。ただね、これやっぱりいろんな歴史的なものあります、でもね、会社もご存知かと思いますけど、インチョンと言いますけど、あと中国もありますが、バランス的にはですね、成田はすごいんです。要するに欧米便が相当数なんですよ、だそういう世界的なバランスを見た場合においては、この成田ってのは非常にいい、感覚を持ってるわけですね。で、具体的にはどういうふうな形で
成田空港をグレードアップしていくということなんですけど、ね、そうですね、まあ、複合施設、うん、まあ、言うならばよくカジノとか言われておりますけども、はい、うん、言うなればやっぱり民間の人たちとうまくですね、うん、その辺を知恵を借りながらやっていかなきゃいけない、うんうん、で千葉県でグレードアップ成田、活用戦略会議っていうのをですね、はい、作りまして、うん、そういう英知をいただきながら、うん、それと同時に地元との、うん、対話が大事でございますから、それをやっていきます、うん、まあ、例えば先ほど言ったようにカジノって言いますけども、うん、でこの間シンガポール行って見てきて、うん、あそこはね国がもう全面的にバックアップしてます、うん、本気になってるんですよ、国が本気になってるんですよ、シンガポールは。だからそういうのも含めていくと、うん、私はね、これねしっかり考えてやらないと偉いことになるなと、うんうん、それでね、さっき、まあ、グレードアップの話しましたけど、今度はね新しくですね、成田空港活用協議会っていうのを作ろうと、うんうん、これは、まあ、グレードアップでいろいろ、まあ、結論も出ました、うん、その中でね、じゃあこれをピックアップしてこれを引っ張ろうじゃないと、うん、そして活用会議の中で皆さんの話を聞いていこうと、うん、そう思ってます、うん、今後は成田空港を活用し、さらなる経済の活性化につなげることが千葉県の成長戦略となる。ね、よくね、この成田と羽田をね、対峙させてね、どっちがいいどっちが悪いとかね、言うけど、はい、僕はね、うん、何をおっしゃるんですかと、うん、やっぱり成田と羽田で、はい、日本国の表玄関をしっかり守んなきゃしょうがないでしょうと、うんうん、それとね、こっちがどうなあっちのどうなったって、成田には成田のいいところがある、うん、羽田には羽田のいいところがある、うん、ね、それをお互いに生かしながらやればいいんだと、うん、おっしゃることはよくわかるし、ニューヨークなんかの場合も JFK があり、うん、ラガーディアがありっていう大きな空港2つで持ってますよね、うん、だから2つあるっていうのはいいんだけど、うん、まあ、業界的にはやっぱり綱引きは現実的に行われてますよね。やっぱり国際空港ってなると、うん、地方自治体だけのことじゃなくて国の行政としての位置づけも大きいわけですよね。この辺の国とのこうせめぎ合いっていうんでしょうかね、調整っていうのは、これは結構難しいんでしょう。実は私衆議院の時は羽田を抱えてたわけですよ羽田がいたわけですよ、で東京ですから、ね、成田を見てたんですよ、そういうことだって、両方の気持ち分かるんですよ、うんうん、要するにその辺のこう意識改革っていうのがまず、まあ、いろんなレベルで行われなきゃいけないということでしょうけども、うんうんうん、それをやっていくにはやっぱり何が重要なんですかね。まあ、空港周辺の地元の皆さん、うん、関係者もですね、うん、これは俺たちは国際空港を持ってるんだって誇り持とうじゃないかと、うんうん、でこれをもっともっと発展させることが、うん、自分たちひいては千葉県日本国のためになるんだという、うん、気持ちをですねより一層持ってくれたおかげなのかなと、うんうん、だいい意味で羽田とのこう競争が起きることによってそういうことも意識はしだすというのはありますよね。あ、おっしゃるとおりです、単にがみ合うというんじゃなくてね、おっしゃるとおりです、おっしゃるとおりです、ただその千葉の場合はそうやって森田さんがいろいろ交渉されてるけれども、うん、他の地方自治体の場合には必ずしも国とそういうふうにうまく連携できないっていうところが多いですよね、あるいは対立関係になっちゃうと、うん、だけど税収からいやもう国に全部、うん、全部と言わないけど3割自治と言われるようにおんぶに抱っこになってるからあんまり強いことも言えない、この辺どうしていけばいいんですかね。僕はね、加谷さんね、うん、本当に参議院衆議院やっててよかったなと、うん、やっぱり平たく言うと友達が多いわけですよ、はい、お国を知ってるということは、うん、やっぱりその官僚のね、うん、駆け引きと、それから議員との駆け引きと、俺らもずっと造形会からやってるから分かるわけですよ、それが私は、首長になってものすごく役に立ってます、うん、もし私それがなかったらね、うん、まあ、パフォーマンスはできるかもしれません、うん、実際のものは動かないですよね、結果はないです、うん、もうそれはね、国会にしない持ってこの野郎ってやってるのさみんな喜んでさそれはテレビのカメラに映るけれど、ね、映るけど政治そのものは動かないですよね、何にも千葉県のためになるんです、本当に先輩からね、こう、こうね、こう、どつかれながらも勉強したことですね、うん、はい、うん、では続いての成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。輝く千葉です。森田県知事が見据える次なる成長戦略を象徴する言葉は輝く千葉、その言葉に込められた思いとは。リーダー&イノベーション、賢者の選択、うん、
本日のゲストは千葉県知事の森田健作さんです。よろしくお願いします。さて、あの3つ目の成長戦略のキーワード、うん、輝く千葉、うん、まあ、千葉は太陽さんさんとしててですね、眩しいんですけど、具体的にはそういうことじゃないと思いますので、はい、どういうところをどうやって輝かしていく、あのね、まず私よく言うんですけども、日が当たらないと、人間寝るんですよね。大体サボろうとするじゃないですか。はい、ね、日が当たると、人間元気出てくるんですよね。そうですよね。パーッと太陽を見てるとね、はい、俺なんかすぐ砂も走りたくなるっていう、元気になるんですよ。はい、俺も男だみたいな。そう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 。叫びたくなる。はい、ですから私ね、まず輝くっていうことは、まず日を当てることだと。というとこから、大きく言えばです、入ってるんです、まあ、その中で、まあ、格論的に言うならば、まずね、私ね、いくら例えば、俺は金持ちだ、いくらいい子供を持ってる、いくらいいファミリーだと言っても、犯罪に巻き込まれたら、奈落ですよね。そうですね。ですから、何しろ私ね、治安をね、しっかりやらなきゃいけない、言うなれば、その抑止力ですね、そのためにも交番を増やさなきゃいかん、ね、もう少しね、そういう警察官をとかいろいろ考えて、ところがね、なかなかお金もかかるんで、できない。だから無人交番とか多くなったんですか、日本の場合は。そういうことです、やっぱりね、そこで私考えたのは、移動交番いいじゃないかと。移動交番なら必要な時に、例えばここはこういうイベントがあると言った時に行けると、その代わり交番と同じ機能を持たさなきゃいかんと、それと同時に女性の父兄さんを一人入れてくれと、そうするとほら女性の人がね、まあ来やすくなる、来やすくなるですね。それからですね、あの辺は最近物騒だっていうところには必ず行って、こういうふうにやっていこうじゃないか。評判どうなんですか。これがね、いいんですよ。そりゃそうだよね、今まで交番ったらあそこになるの、今度こっちまで来たり、なんか危ないところには行ってくれるし、まあ、うちの父親も十手持ちだったんですよ、まあ、警察官だって、いつも言ってたのはね、やっぱり住民の人と絶えず果たすことだよと、そこからやっぱり犯罪も防げるし、いろんな情報もあると、と移動交番ですと公園だとかそういうのに開いてると、いろんな人が来るんですね、実際に顔をこう見て話もできると。だから警察官と住民の方は非常に近くなる、ということは、くだらないことでも相談する、でもそのくだらないことは大変大きなことだし、そういう意味でね、またそういうことを、やってたおかげで、ひったくりっていうのですね、確か22年だったかな、はい、ワースト1だったんですね、それで千葉県警、それから自治体、各地区のボランティアのね、皆さんのとかね、組んで、あとポスターも含め、私もね、どんどん積極的にやったら、なんと1年間でね、ひったくり件数が半減したんですよ。まあ、目に見えてやっぱり効果出るんですね、出るんです。ですから私はまずね、そういう、もちろんね、まあ、半減したからいいってことじゃないです、もうこれはもう一件でも減らしていかなきゃいけない、おっしゃるとおり。だから私はまず光が当たったと、そしたら大事なのは安全安心じゃないかなと、だからそういうことにも手を突っ込んで、まずそういうところをですね、やっておりますね。だからスローガンで安心安全とかいうのは簡単なんだけれども、やっぱり実際にそういう移動交番とかね、そういうものをやっていくってことは大事ですよね。それともう一つはやっぱり教育とかね、その人材育成っていうのはとっても重要な要素だと思うんですけども、このあたりっていうのはどうですか。まあ、最近ね、いじめ問題だとか、まあ、いろんな事件あったりありますよね、私ね、道徳という言葉、これ固いでしょ、ね、でもね、言ってるんですよ、道徳というと固すぎる、でも必要な言葉、中身をひも解けば、俺たちは一人で生きてるんじゃないんだから、みんなで仲良くするための一つのルールだけは守ろうよということを言ってるんですよと、私ここから持ってくるんですね、それで我が千葉県で、まず心を育てる教育やろうやと、それは道徳教育です、でもさっき言ったように、こう道徳だっていうんじゃなくて、例えば小学生の子たちね、公園を使いましたと、だったら、じゃあなじゃなくて、俺たちは使えるんだけれども、次の人も使えるんだよと、そのためにはちゃんときれいにしとけよと、きれいにしとこうよと、簡単にはそういうことなんですよ、でね、子供例えば
小学生中学生、ね、いじめたりこうしたりしたと、うんね、でも、ね、神様ってなんか見てるんだよと、お前がなお友達に悪いことをしたら必ずその悪いことってのはお前また戻ってくるよと、うん、でも友達にいいことをしたら必ずいいことは戻ってくるんだよという、うん、そういうですね道徳、うん、で我が千葉県道徳ビデオもですね、うん、作りまして、うん、で今回はですね親にも見せなきゃいけないと、うん、いやおっしゃる通りなんですよ、子供だけやってもダメなの、家庭でどういうことをやってるかというのは大事なんでね、で保護者用の道徳ビデオも作ったんです、だけどやっぱりそういうものを作らなきゃいけない時代になっちゃったっていうのはちょっと悲しいですよね、これは時代とともにいろんなものが変わるんだけど、変わっちゃいけないものってあるわけじゃないですか、森田さんがおっしゃってるのは人の道っていうのはあるわけだから、それは道徳っていうとなんとなくその堅苦しい感じですけど、やっぱり人の道だと思うんですよね、だから私もね偉そうなこと言ってるんじゃないですよ、まあ、でもね最低限さみんなで生きてるんだから、このぐらいは守んなきゃダメだろうということをね私言ってるんで、高尚なこと言ってるんじゃないです、それとその人材育成っていうことになると、やっぱりここでこの千葉県っていうところでお子さんを産んで安心して教育をして、あるいはそのお子さんの場合医療も必要ですから、そういうものもやっぱりきちんと作っていくっていうのも大事な方策の一つですよね。おっしゃる通りです。ですから光が当たればね、子どもたちに元気でね、みんなもう思いっきり走ってもらいたい、思いっきり運動してもらいたい、勉強してもらいたい、でも病気になったり怪我したりして、家庭でねこの経済的負担が大きい、大変ですよ。私ね入った時にね、まあ、小学校入る前までは、まあ、とりあえずは無料なんですよ、でその後はないんですよね、でもさ大変なのはわんぱくは小学校から中学校ですよ、一番ね、そうでしょ、我々の子供の頃思い出せばね、そうでしょ、ね、これねこれはまずいだろうと、してやっぱり子供たち頑張ってもらうためには、やっぱり家庭もねやっぱり経済的になるだけ負担少ないようにするためには、じゃあ県はどうしたらいいかと、で子ども医療費助成っていうのを作りまして、助成制度がちゃんと作りまして、それであのこれはもうもちろん市町村の協力も得ながらね、でまず小学校3年生まで入通院、これ実質的無料にしようと、それはいいですね、そして次は小学校6年だと、次は中学校3年だと、ところが大変にお金かかりますよね、財源って話になるんですよ、財源あるんですよ、ですからまず小学校3年までやったと、で次は小学校6年だと、小学校6年まで入通院を無料化したとしても中学校あるじゃないですか、中学校小学校の高学年になると入院の方が大変なわけですよ、確かにね、おっしゃるとはっきりでしょ、通院の場合はさほどじゃなくても入院の場合は長いんです、一気に金額も上がるし長くなるってことです、じゃあね、ここで、入院を中学3年生までやろうと、そういう手立てを打ったんですね、ですから私どもね、やっぱり子どもたちが、まず安心安全、まあ、子どもたちだけじゃないですね、社会もそうですけど、あとそういう病気になった時も、なんとかね家庭の負担を少なくと、そういうふうに考えてやっております、だからその出の部分と入りの部分とやりたいことはあってもね、そこをどう帳尻をうまく合わせるかっていうのはなかなか行政の腕の見せ所ですよね、うまくいってるんですよ、うまくいってるって本当に職員がうまくやってるんですけどね私じゃないですけど、だからね制度を整備すると今度人も流入してくるでしょ、そうするとその地域も活性化されていくっていう、そうです、先ほどおっしゃったようにその一部分だけ見てるとこれは大変なことだけど、全体として見た時にはそれがものすごいプラスになっていくっていうのは、何も日本だけじゃなくてニューヨークなんかでもそうですし、やっぱり地下鉄の落書きを消すことによってですね犯罪率が減っていって、で犯罪が減ったからたくさんの人たちが遊びに来てお金を使ってより財政が潤うっていう、そういう良循環をどう作るかっていうことなんでしょうか、おっしゃるとですね、就任してすぐ言ったのはね、もう観光観光と皆さん来てください、海の幸山の幸、でもどんなにね素晴らしいものを見ても食べても、ちょっと行った時お手洗いって汚かったら全部パーだぞと、だから徹底的にお手洗いきれいにしようと、それと、あと女性のお手洗いをね、男性よりもやっぱり 1.5 倍くらい多いですよ高速道路で女性がどんどん入ってくるでしょ、あれ驚いちゃったんだ俺もそうなんだ、ね、だからそういうのも含めて、今ねまず公共のお手洗いを、それから民間事業者に対しても、県はですね、半分ぐらい補助するから、ね、きれいにしようよと、言うなればそういうおもてなし、それから私が言ってるのは同じね、うどん一丁出すにもね、うどんだよって出すのと、ふって言うんじゃなくて、美味しいんですよこれ、
のを作って、こうですよちょっとこう、うん、はい、ちょっとね、こう言って、ありがとうねって言って、もう大したうまくなくたってうまくな感じるんですよ、そんなものね、そして角度を変えれば、そうでしょ、はい、そしてさ、あ、あそこまた行こうかなと思う、言うなればそれがおもてなしですよ、僕は言ってるの。だからね、ね、笑顔は最高のメイキャップだよと、うん、つけまつげつけてて唇につけるよりも、うん、あなたの笑顔が最高のおもてなしですよと、うん、そういうことを言うなれば、うん、来た人が今度来るとき、2人3人連れて来ていただけるように引っ張るというかな、うんうん、だからそういうものも含め、道路も含めてやっていかなきゃいけない、積み重ねがやっぱりそれこそ輝く地域を作っていくということになるでしょうし、さっきおっしゃったそのやっぱ子どものためのね、いろんな医療の問題、白石さんとかこれからママになるわけだから、どうですか、としてはすごく安心ですよね、うんうん、でもね、こういうのってのははっきり言ったらなかなか目立たないんですよ、うん、正直な話、うん、でも私は言ってるの、千葉県は地味でもいいんだと、うん、それよりも一つ一つやってちゃんと結果を出して、うん、でみんなな、俺たちと一緒にやった後何年かして、うん、あ、そういえばあの時、こういうのは良かったよねと言われたら最高だろうと、うん、それでいいんだと、うん、千葉県民っていうのは、まあ、非常にね、情があってね、非常にいい人多いんですよ、うん、ただね、私は千葉県っていうのは非常にさっき言ったように豊かなんですね、うん、いろんな意味でね、だからみんなほどほどに豊かだからね、あんまりね、人を押しのけてどうっていうのはないんですだから俺はダメだってダメダメ、これからは、まあ、今まではそれでいい、でもこれからは自分の子供孫のことを考えたら、うん、やっぱりね、おてんとさんがこんだけいいものをくれたら、うん、これをね、多くの人に見てもらったり食べてもらったり、うんうん、そしていかなきゃダメだと、ちょっと積極的に出ろと、そうしてやっぱりね、うん、千葉の子供たちがね、うん、俺は千葉っ子だよっていうね、うん、誇りを持てる権利しないとダメだと私言ってるんですよね、うん、知事がおっしゃる輝く千葉、うんうん、これは今どのぐらい千葉輝いてるんですか、もう相当輝いてます、相当輝いてます、もっと輝かせたい、もっと輝かせないよ、LED にもしなきゃいけないずーっと輝かせる、森田さんが考えてらっしゃる輝く千葉っていうのは、まあ、ある程度はこのぐらいでいいよねっていうのは何年ぐらいかかりそうなんですか、うん、まあ、いろんな問題まだありますよね、地域には、そうですね、やっぱりあとは5、6年はかかるんじゃないですか、うんうんうん、その間もうずっとやっぱり知事はやり続ける、いや、わかんないです、だからそれはわかりませんけどね、うん、まあ、で思いがあったらやるっておっしゃったから、うん、まあそれはね、やるでしょう、まあ、いろいろ考えてますよまあ実績をこうやって上げてられるわけだから、うん、まあ、私は森田さんとやっぱりやり遂げるまでは、うん、俺にやらせてくれって思いますよね、ありがとうございます、別に選挙とか応援してるわけですよ、はい、熱い思いはやっぱり終わりなんで、そうですね、やっぱりね、千葉、うん、日本国に対しては思ってます、うんうん、はい、そうですね、常にもう熱い思いがひしひしと伝わってくるんですけど、はい、最後に就職活動に励む学生たちに何か一言ガッツをいただけますか、就職活動、はい、そうですね、よく看板見るといいんだよ、うん、無口で暗いやつ募集なんて書いてあるかい、ね、うん、明るく元気なやつ募集って書いてある、そうなの、まずそこなの、まず明るく元気なのだな言って、ね、そしたら明るく元気に言って、そして前向きに、それまずそういう気持ちでいくと、うん、そうするとまあ断られたりいろいろあるでしょうと、ね、はい、そしたらなぜ自分は、うん、この会社に、採用されなかったのか、うん、一つずつ検証して、それでも負けちゃいかん、うん、前向いて、うん、でやっていけば必ず当たるから、うん、だけど今の若者にはね、私は大学の教員やってて若者と常に接してるわけですけど、難しくて、なぜかっていうと、もう生まれた時からバブルが崩壊してうつむき加減なんですよ、日本の国が。で我々が生まれた頃は右肩上がりで、でも明日への希望が溢れてたんですよ、そうそう溢れてたね、もう青春ドラマ花やがるっといけたんだけど、今どうもそういう時代じゃなくなっちゃったと。そう、まあこれはもう仕方がないですからね、今生まれた若者はそうやってそういう時代に生まれたんだから、時代のせいにはできないと。あえてそういう若者にこうやってほしいっていうのはどうですか、こういう気持ちになってほしい、今だからチャンスなんですよ、うん、みんながそうだから俺もそうだ、だったら生まれないんですよ、うんうん、だからみんながそうだから、この番組を見てね、で皆さんおっしゃってることを聞いて、そうかと、みんなと違ったことをやるから企業はあなたを取るんですよ、うん、そういうものと考えていかないと、うん、
だそれはあの若者のそういう心持ちもあるし、それから地方のね、やっぱり自治体もそういう意味であの国にいつも重り抱っこじゃダメで、自分たちが自立して頑張っていくと、それの集合体としてやっぱり日本というものが輝いてくるっていう、そういうふうに持っていかなきゃいけないですよね。そうですね。だから僕はいつも言うんですよね、喧嘩はいつでもできますよ、よく言うじゃないですか、ね、そうじゃなくてやっぱり私たちは日本国という大きな船に乗ってて、ね、それが千葉県から47都道府県があるわけですわ、そしたらなるだけみんなでね、全員がハッピーなんてことはありえないんですから、だからじゃあどこまでお互いにね、お互い様で行くかってことは大事だと私は思ってます、そして全体としてこう稼げる、そういうことです、いやなんとなく元気がこっちへ移ってきた、どうもありがとうございました。ありがとうございました。千葉県民っていうのは、非常にね情があってね、非常にいい人多いんですよ、あんまりね人を押しのけてどうっていうのはないんです。これからは自分の子供孫のこと考えたら、やっぱりね千葉の子供たちがね、俺は千葉っ子だよっていうね、誇りを持てる県にしないとダメだと私言ってるんですよね。自分が生まれた場所に誇りを持てるようにする、これこそが日本を地方から元気にする第一歩ではないだろうか。小学生中学生、ね、いじめたりこうしたりしたと、ね、でも、ね、神様ったら見てるんだよと、お前がなお友達に悪いことをしたら必ずその悪いことってのはお前また戻ってくるよと、でも友達にいいことをしたら必ずいいことは戻ってくるんだよと、最低限さみんなで生きてんだから、このぐらいは守んなきゃダメだろうと、いうことをね、私言ってるんで、高尚なこと言ってるんじゃないです、かつて当たり前だったことが当たり前でなくなった現代、人は一人では生きていけない、もう一度そのことを考えてみるべきではないだろう。